ソバージュネコメガエルは、アマガエルかネコメガエル族に分類されるカエル。アルゼンチン北部、パラグアイ、ブラジル南部、ボリビア体長6から8センチメートル。体型は太い。皮膚には筋状の隆起や、イボ状の突起がある個体もいる。体色は全身が薄い緑色。下顎から体側面にかけて白い筋模様。腹面には不規則な白い反紋が入る。 交際は炭鉱色。磁線は発達する。死は頑丈。指先は細く、吸盤は発達しない。英名のワクシーは本種が皮膚から水を引く、油脂状の物質を分泌することに由来する。この物質を水分の蒸発を防ぐため全身に塗りたくる。また尿を液体ではなく爬虫類のように固体の尿酸として排出する。グランチャコに生息する。 族内でも特に乾燥した環境に適応している。樹状性。夜行性で昼間は樹上で動かずにじっとしている。食性は動物食で昆虫類、節足動物等を食べる。口から水を飲む。繁殖形態は卵性。水面上に垂れ下がる歯に卵を産む。卵を産むと歯を包み粘液で止める。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。主に野生個体のオスが流通しているが、飼育か繁殖個体が流通することもある。生息地で輸出が禁止される時期もあり、流通量には変動がある。テラリウムで飼育される。樹上性のため、高さのあるケージで飼育するのが望ましい。俗内でも特に群れに弱いため、蓋やケージの側面を金網等にして通気性を確保しやや乾燥した。 環境で飼育する。枝や観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家に、するが、枝はつかめるように細いものを用意する。極度の低温には弱いため、陶器には暖房器具を使用したり、ケージを温室に収納する。日光浴を行うため、小型の保温用の電球等を、ケージの中へ照射する。水は小さな水容器を用意し、夜間や照明を消した際に、 霧吹きで湿度を上げる。餌はコウロギ等をピンセット等で各個体に与えるか餌容器に入れて与える。餌に対しては事前に野菜等の餌を与えたりサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。餌に反撃されたり動きが簡単なため逃げられるのを防ぐため生きた餌の場合は顎や触覚、胞子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。